魅力あふれる信州へ。長野県ドクターバンク。東京から最短1時間20分。どこかほっとする、どこかあったかい信州に移住を決めた医師がいます。家族みんな自然が好きで、信濃町で医師を探してるって話を聞いた時に、行きたいなっていうことになって移住を決めました。町の規模もですね、暮らしている松本市はいろんなことがコンパクトにまとまってて、日本の他の土地の中で一番暮らしやすい、来てよかったなと思える土地です。自然が豊かなところに住みたいとは思っていたので、信州は憧れがあったところでした。働いている先生方に信頼を寄せている患者さん、家族の姿を見て、まずちょっとこちらで勉強をしたいというふうに思いました。田中先生、よろしくお願いいたします。信州に移住してきた先生方がとても生き生きと働かれているのがすごく印象的でした。多くはですね、張り切って地元に馴染んでですね、仕事されているというふうに思います。信州は医師の移住にとっても力を入れているんです。長野県にはドクターバンクという、はい、システムがありまして、ドクターバンクは長野県が進める事業で、信州で働きたいお医者さん一人一人の希望に合った病院などを無料で紹介しています。長野県で働く魅力ってどんなところですか？温かい絆というんですかね、心を長野県で医療しているとだんだん感じるようになってくると、まあ長野県は健康長寿というのを目標にしてますので、はい、医療をやる方にとってもやりがいがあるということが言えると思います。長野県は移住したい県ナンバーワンに13年連続で選ばれています。古民家などを紹介する空き家バンクのほか、子ども医療費助成やファミリーサポート、信州山保育など県と市町村が連携して移住や子育てをサポートしています。支援策や体験談は移住ポータルサイト楽園信州でまとめて紹介しています。またドクターの皆さんには県内で2年以上働くなどの条件で返還不要の研究資金もご用意しています。長野県と各市町村が来やすい、暮らしやすい、働きやすい環境をご用意しています。医師の暮らし、魅力あふれる信州へ。長野県ドクターバンク。